い、ですね、いよいよ宿題の披露です。めちゃくちゃ緊張します。頑張ります。考えてきた7分、7分、一応できた。いろいろセリフとか書いて。ああ、全然いいと思う、全然いいと思う。別に前になってください。めっちゃ日本語で書いてる。そうそう、いいと思う、いいと思う。次は、肩の下に手首、お尻の下に膝をで、肩幅に広げて、腰幅に足を広げます。右手に上と向きましょう。はい、では正面に上げていきます。はい、いきます。せーの、アップ、ダウン、アップ、で伸ばしましょう。では今度は、前に出していきます。で、一歩下がってかかとを上げて、胸ちょっと開いて肩幅を広めに持ちます。では腰をやっていきます。ダウン、お尻突き出して肩を入れて、イエス、おー、すごい、ぴったり。お疲れ様でした。ぴったりだったね、7分。すごい、なんとなくもうずっと毎回測ってたけど。あ、すごいね。でもなんか毎回ぴったりだったね。1個言うとしたら、カウントダウンだけするともっと分かりやすかったと思う。次の動作に全員で一緒に入れるから、ワンで入れるから、それぐらいかな。でも注意点も言ってたし、まあ、あとは多分今日緊張してたから、言い回しとか日本語の言い回しはちょっとってなってたんだけど、でも全然本当に全然大丈夫。バリエーションを、まあ、家で暇な時増やしたりとか、ここでレッスン受けてる時に真似すんだりとか、自分で、あ、これもできるなとか、これの動きの次こっちの方がスムーズに入れるなとかは、まあ、やっていくうちになっていくと思うから、はい、よかったと思います。次、上半身を今日と違うやつを考えてきて、だいたい同じ長さぐらい、今日と同じかプラス、お腹を3分、3分、うん、はい、で、だいたい10分ぐらいちょっと考えてきてもらおうかな。はい、じゃあ次もそれから始めます。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。まあ、すごい緊張してたんですけど、発見もたくさんあったので、それを踏まえてまたメニュー作っていきたいと思います。よし、まだまだなんですけど、イメージがだんだんついてきたので、もっともっと勉強していきたいと思います。では、ありがとうございました。